皆様こんにちは、プルースです。ヨーロッパのアイルランドの方で、現在、会員総選挙が実施されております。昨日8日に投票されまして、本日9日に開票が行われている予定です。こちら1点、問題なのが、現在の与党と2つの野党、計3党がありまして、こちらがなんと横一線に並んでいる大混戦の予想を提示しています。参照は BBC です。詳細についてです。 2月8日に投票されたアイルランドの会員総選挙定数約160です。は、バラッカー首相率いる与党と2つの野党の計3党が横一線で並ぶ大混戦になっています。現地紙アイリッシュタイムズなどが投票直後に公表した出口調査によりますと、投票先として与野党3党が約22%ずつで並んでいる状況です。こちら9日から開票が行われておりまして、 過半数を獲得する政党がいないのは確実な情勢で、選挙後による連立協議を難航しそうだという様子を提しています。アイルランドの総選挙は、一つの選挙区で複数の当選者が出る、中選挙区制のため、得票率と議席数は比例しやすい特徴を持っています。選挙での投票先を聞いた出口調査では、先ほどの22%ずつ,ずつで、与野党3党がそれぞれ並んでいまして、 具体的な順位については、与党の統一アイルランド党が22.4%でわずかにトップ、野党の第2党である新フェイン党が22.3%、そして最大野党とされている共和党が22.2%で続いています。ほぼ0.1%ずつしか変わっていないという状況ですね。こちら新フェイン党なんですけれども、少しこちらの党に問題がございまして、何が問題かというと、この新フェイン党の 前身にあるのは、アイルランド共和軍 IRA という政治団体がございまして、こちらが前身となっている党です。で、IRA というのは、もともとその北アイルランド紛争と言われる、そのイギリスから独立したアイルランドとは別に、北アイルランドというイギリス領があるんですけども、こちらにおいて、アイルランドとの統合を目指しているカトリック系の住民と、そのイギリス系ですかね、そのプロテスタント系の住民の争いによって、 過激なテロ行為を繰り返し、そしてアイルランドの統合を促していたのが、その IRA という団体です。言ってしまえばナショナリズム、民族主義ですね、に近いような思想を持っている過激な組織です。こちらがなんと今回の野党第2党として、得票率を獲得しているというのが、現地含めて、まあ、ヨーロッパの間でかなり問題として、懸念事項が挙げられています。シンフェイン党の 政治団体の前身とされている IRA については、一般市民や警察、英軍兵士へのテロに従事していたため、アイルランド共和国、イギリス、アメリカなどからテロ組織として認定されているという危険的、危険の団体です、ね、こんなバックグラウンドを持っている民族主義的な思想を持つシンフェイン島なんですけど、まあ、彼らは実はその緊縮財政からの解放などという、まあ、左派的な政策で支持を集めておりまして、 非常に危ない状況にあるのではないかと。彼らがもし取ってしまったら非常に危ない状況にあるのではないかというふうに考えられています。この総選挙なぜ行われたのか。総選挙は、会員の3分の1程度の議席しかない少数与党政権のバラッカー首相が1月に解散を宣言して実施されたものです。イギリスとの交渉で同国の欧州連合 EU からの合意なく離脱を回避したことや、顕著な経済政治を武器に任期を前倒しして選挙に踏み切ったと、 されていますですが、今回与党が第1党を守れるかどうか不透明な情勢です。仮に第1党を守ったとしても、先ほどの得票率が並んでいるとい状態では、連立協議の難航は必至だという予想ですね。さらにこれまでバラッカー政権に協力してきた共和党は、連立入りを否定しているそうです。そして躍進しそうな、先ほどのナショナリズムの質を持つ危険なシンフェイン党が、2025年までに、 英国領の北アイルランドを含めたアイルランド党の統一を問う住民投票の実施を求めているそうです。主要 2, 2党はともに迅速な住民投票は地域の安定を損なう可能性があるとして慎重姿勢を見せています。まあそれは慎重姿勢見せるよなっていう。仮に住民投票を行ってアイルランドを統合すべきだという声が通ってしまった場合、北アイルランドを奪取すべくアイルランド共和国とイギリスによるまあ戦争、 みたたたたいいいいなな状況がまた起ここりかねないので、でそういったことは避けたいですよね。で今回のシン・フェイン島の躍進の背景には何があるのか、これは1つはブレクジットが大きく影響しているのではないかと考えられていまして、今まで EU という同盟の中にイギリスやアイルランドが含まれていて、お互いにこう穏便に関係を済ませていたんですけれども、今回のブレクジットによってイギリスが EU から撤退します。その後、アイルランドに対する、 まあ強硬姿勢ですね。先ほどの北アイルランド問題における強硬姿勢もどうなっていくのか、不安視されている声もあります。ですので、まあこれをブレクジットを機にですね、アイルランドとの関係どうなっていくのか、まあ確かにそのアイルランドのを一つの国としてまとめたいという気持ちもわかります。ただ、その、なんでしょうね、まあ北アイルランドに住んでいる住民の皆さんとか、アイルランド共和国の住民の皆さん、まあイギリスにいる人たちとか含めて、 それぞれやっぱり思想心情ってやっぱ違うものですよね。ですよね。そこの矛盾をこう抑止するのがやっぱ EU という枠組みの中でお互いに EU に属すことによって争いをオンビニスマステたはずなんですけども、まあ、今回ブレクジットが始まったことによって、まあ自分たち以外はもうどうでもいいのかななんていうことで、まあアイルランドからも疑問視の声というお話でした。なので今回のポイントはシンフェイン党の躍進ですね。 まあこれによってアイルランド、まあその今のトランプさんがアメリカの大統領に就任した時のようにですね、まあシンフェイントというのが出てきてナショナリズムとして民族主義的にまたなんか問題を起こしかねないので、まあこういったテロ組織にも認定されてる政治団体の前身があるので、これはかなり危険かなと思います。だから今の世界情勢はかなりちょっと まずい方向に進んでいるような気がするので、まあ、そこを抑止するためにも、あの、民主主義的で、しっかりとした法律にもっとって、人権を尊重するような立派な国々がですね、一致団結して、まあ、これらを食い止めるので行かなければならないかな、という気がしています。引き続き、アイルランドの選挙情勢について、おそらくも会員の結果がかってると思いますので、これも明日、以降お伝えしていきたいと思います。以上、プルースでした。